最近お金も増えてきたし、ちょっと豪勢に1500円ぐらいのサンドいっとく？これ。まあまあまあ、アボカドサンドでも食おうかな。くぅ！かわいいわ。あ、くしゃみ出るとこやった。なんか、黄色ついてる。具材をこうして、調味料を合わせれば、マジで？サンドイッチを作れるようになった。やばい、妖艶なオスの香りを出してきてるこいつ。みんなとやっぱコミュニケーション取らないとな。ちょっとかぶってます、かぶってますよ。ちょっとカバオくん、なんか何も見ずにあれしちゃった。サンドイッチの作り方、薄くスライスしたパンの上に自由に食材を乗せて美味しいサンドイッチを作ってみましょう。めっちゃあるやん。ほんで、あ、チーズサンド作りましょうよ。具材を乗せよう。え、なくなっていくチーズ。え、あ、やべ、あんま美味しくなさそう。めっちゃ安いやん。うわぁ、かわいいんだよね。オリジナルサンド。星3つまぁ。みんなで写真撮ろうよ。おい、動くな、撮れないでしょうが、シャッターが。あぁ、ちょっとこっち向いてよ。おい、どこ行くねん、おい。最悪や。ちょっと。ブーちゃん。ブー、どこ行くねん、お前ら、マジで。ちょっと。あーらららら、ちょっとこっち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 来て、こっち来て。寝た、寝よった。もう最悪。ちょっとちょこっちこっちの音符とかじゃなくてさ、こっち来れる？もう無理やり俺が画角に入れに行くか。もしかして懐いてない？いや、あ、おった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 。で、ピースして。あー、オッケー。全員寝てんの、なんなんこれってか。え、もう行くよ、行くよ。気悪い。踊り踊り、いいな。ヘルガーは、本でしょ。え、てかヘルがめっちゃ強くね、相手。デバフ要因っすね、これは完全に。何してんねん、トン。ダリーなー。これで誰出てくる？青ガラスはちょっとまずいか。もうだからこれ変えたったらええねんな。誰も死なんようにするにはこれ変えたったらええねんな。マジで死んで経験値もらえるのはもったいないからな。ワルダクミ復興がグーンと上がった。おい、技巧流行ってこの敵。このおばちゃん結構ポケモン上手いって。いや、もう俺はこいつを死なせないよ。もう罠だけ死にすぎて。おい、マジでめんどくせえ、呼んでるやん。俺は誰一人死なせないよ。でも、あぶねえ。豚相手に焼き尽くす、まずいでしょ。おい、メークルがいっちゃんまずい。バンパン確定や。マジでめんどくさい。おい、このおばちゃんかと思ったら学生やねんな。しかもこの人、これ特攻何段階上がってる？テラスタル使おうぜ。耐えろ、火炎放射。
帰ってこーい。おい、泥仕合やな、マットショットだけに。なあ、マジでだるいこいつ。なんやねん。あー、いっちゃ危ない、いっちゃ危ない、カバオが。いや、俺はもうこれはもう、あの、相手の、ホエールの PP が尽きるまで勝負するよ。多分15ぐらいやろ、PP。あ、オッケーオッケー、もうこれ切れるまでやるからね、俺。なんで俺こんな草むらで激戦繰り広げなあかんねん、マジで。メークルが、いっちゃまずいのよな。だからな。そろそろ切れんじゃない、でも。何？フェイクが効かないだと？まずい、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 あかん。また罠が死ぬ。でもこれさ、火炎放射トン耐えなくね？ 6 段階上がってるやろ、特攻。あ、まさか。トンが耐える。あ、ジンマシン出る。何？やれるのか？もう一回かわせ。これで全員生きて帰れる。ありがとう、罠。絶対に忘れない。絶対に忘れないよ、お前のことは。終わりだよ。また、罠一人だけ、プラスゼロ。いやー、やっと三つ目の街来たよ。行きますか。もうジムリーダーのとこ、早速。メモじゃねこれ。私、ジム回ってる今、どこジム？あ、意外と近めも、これストーカーやろ、もうこれ。ジム前の練習として、私と一回勝負しとこっか。あんまりやりたくないなーと思いつつも、ますます強くなってるね。私もちょっと強気なメンバーで行こうかな。ミュウ2、レッグーザ、ミミキュ。レベル21やと。なめとんかて。ヒソカみたいになってない？なんか。どんどん実っていく果実が出る。その頃まで。あ、かわいい。あ、あはは。どんどん実っていく。ゴンは僕がやるやもう。桜がもっと、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 もっと強くなってさ。いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。付き合ってくれてありがとう。ジムテスト頑張ってね。ここうーんっていう選択肢ないんやな。今すぐ君を壊したい。なんじゃもと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。発光ジムのジムテストはなんじゃもの番組出演です。え、あー、 YouTuber の人か。これ動画配信者でもあるなんじゃもの番組に出演してコンテンツを盛り上げてください。コラボ、コラボ始まった。俺なんじゃもとコラボすんの。みなのもの、どんなもんじゃ TV の実感だぞー。なにー？ VTuber？ いやでも実在するのか。はい、どうもどうもー。あなたの目玉をエレキネット。何もんなんじゃ、なんじゃもでーす。ジムリーダーだよ、おはこんハロチャオ。これも今度からなんじゃも語で配信しようかな。なんじゃも語、使いこなしてんじゃん。意外と離れしてる。突然でびっくりしたかもだけど、なんとまさに今この状況、動画を世界に生配信してます。 Me too。 挑戦者し、挑戦者し、まゆし、僕に会うため発光ジムに来てくれてありがとう。すっごく嬉しいんだけど、僕ちょっと有名人だからとっても忙しいんだ。だからバズりが見込めるじゃなくて、熱意のある相手としかコラボできないんだよ。
ほほほ。ていうなわけで、僕とバトりたかったらこの番組を盛り上げてねって話。やる気満々じゃん。じゃあ企画の説明始めちゃうよ。街角ジェントルさん、いらっしゃい。いやいやいや、奇遇やなマジで。何何、もしかして知り合い？この人オーラバリバリあるから街歩いてるとこスカウトしたんだけど。学長ですよ。いえいえ、ははは。挑戦者のさくら氏には今からこちらのジェントルさんとかくれんぼをしてもらいます。街頭カメラでジェントルさんを探して3回見つけられたらジムテスト合格。このかくれんぼ名付けてクイズ、私はどこでしょう、街角ジェントルさんを探せ。バズるか。ポケモンリーグにはお世話になっていますのでお手伝いです。お手柔らかにお願いしますよ。もういいかい。結構ですよ。育ちが良すぎるだろ。この映像のどこかにジェントルさんが潜んでるぞ。目をコイルにして存分に探してくれたまえ。いやもうあれやん、妹はどこにいるでしょうかやん。バカにしてんのか。怪獣マニア出てこいや。リョータの髪型やば。花輪やん、花輪やん。勝っても負けても盛り上げたい。はい、勝利。じゃあカメラ変えるねん。おい、ボンビーやん。でんてれでん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 でれれれれんや。次の舞台はこちら、みんな大好きポケモンセンター。性別が違うもん。できるぞ、さすがだぜ。いやまず怪獣マニア出てこいや。りょうたじゃないの、ひろゆき。冬、まずい。特性理解してもらっていいですか。と冬って地面技効かないんですよ。電気だからってその土を安直に当てればいいと思わないでもらっていいですか。まあでも死んだんですけどね。乾杯です。マットショットのビジュアルえぐいな。俺のお父さんの名前なに、モココ。これちょっとむずいって。え、あ、おったわ。普通に物理的にちっちゃいっていうの来たな。チャンネル登録数はシビルドンのぼりじゃなくてジムテストクリアだ。受付においでませませ、いつでもコラボしてあげるから。やめたれよ、承認欲求の奴隷とか言うの。これとかちょっと削れた状態で始まるのうざすぎやろこれ。古速やな、危ね。エレクトリカルストリーマージムリーダーなんじゃもに挑みますか。パウロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ。みなのもな、準備はいい。おはこんハロチャオー、おはこんハロちゃん。本日の挑戦者氏は飛ぶ回転落とす勢いの桜氏だ。イエイイエイ。それじゃそろそろなんじゃものバトリ見たい人。待ってました、見たい見たい、助かる。エレキン5000円。おい、スパチャ飛んでるってこの配信。皆のものも待ちきれないってさ。あ、エレキン氏ありがとう。ほんじゃそろそろ行ってみよう、挑戦者氏の実力はどんなもんじゃ。おい、こいつさ、浮遊じゃね？わかるよー、カイジ君。こいつは浮遊だ。生きる化石さん、千ビッツありがとうございます。なんじゃも頑張れ。おい、あれ？サクジャモは？まずいわー。あ、サクジャマ？おい、向こうの配信館かい。まあ、当ててくれるでしょう。麻痺してても。よーし。え、ちょ、よーし。さあここで、お、30レベル。ルクシオ、マットショットがそろそろ外れるんじゃないかっていう気がしてきたよね。穴を掘るか一旦。ほんでこれ相手の方が素早さ早いから最強や。俺の穴を掘る。ワンパンマジ。ムーマージは、え、ムーマージって火のポケモンじゃね。ゲゲ、ちょっぴりピンチかも。もうテラスタルノーマル攻撃でもゴリ押そうぜ。急所で当たってその程度か。なるほどね。あ、まずいかも。まずい、まずい、
特攻が上がり続けてる。こうやって眠るかな相手。こんななんかすげえ神々しいけど。あ、混乱マジ、混乱まずい、混乱まずい。頑張れ。お、よし、運ゲーすぎんかこれちょっと。いやでも俺は信じてるよ。だってここまでさ、ここまで俺たちは来たじゃん。まずい、痛すぎる。よし、これ多分マットショットとか効かんよな、冬やから。ノーマル攻撃でいきますか。突進、これでどのぐらい食らうかって話よね。もうこれ当てるよ俺。もう混乱とか関係ないから、効かないからね混乱とかは。オーマイガー、勝った。もう今のこの BGM の感情や。あーああ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 あやねんけど、起きるかな。ムーマージ起きてトン死にましたみたいなオチあるこれ。いやでも俺当ててーよ。突進をもう一回いくわ。ナイス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 。まずはね、あー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 。これ配信映えしないってこんなん。何やねん。もう一回言っていいか。俺はムーマージがまだ寝てることにかける。あー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 。だからもうそれやめろよ。とりあえず混乱させんのやめろよ。まあでもこれ効かない、そろそろ効かない。で2回連続自分殴ってるからね。てか、キーのみ食べさせてたわ、俺。神かよ。配信者の差やね、これは。一旦ね。すまん。それ予想してキーのみ食わせたわ、俺。あれ？いたんや。誰？誰？勝利したのは挑戦者のさくら氏でした。愛を受けず育ったからグレちまった。それはちょっと申し訳ない。というわけで、バズりまくりのこの僕なんじゃもに勝利したさくら氏にはジムバッジをプレゼントしちゃいます。スクショタイムだぞ。脳内フォルダーに焼き付けろ。いい写真、両方可愛い。コイルも可愛いしな。技ももあげちゃうよん。ボルトチェンジか。覚えれるやついんのかな。チャンネル登録よろしくお願いします。あなたの目玉をエレキネット、エレキトリカルストリーマー、何者なんじゃなんじゃもでした。はい、カット。お疲れ様でした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 。誰？ああれや、あの職員室で行った人や。先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。確かお名前はさくらさん。あなたもチャンピオンを目指していらっしゃるのですか。いいえ、類まれな若き才能、その実力あまりに惜しい。失礼申し遅れました。私はおもだかポケモンジムを運営しているポケモンリーグの委員長です。一番偉いさんじゃね。あなたがジムバッジを集めるならその先でお会いできるでしょう。それではごきげんよう。背筋がすんげー綺麗。一仕事終えて疲れた時はやっぱこういう甘いのよね。あーうまそう。ポケモンたちもちゃんと味わってる。かわいい。酸っぱかった。めっちゃうまそう。寿司食いたい。寿司食べたい。寿司食べたい。自分じゃ4巻セット花いただきます。これこの経験値パワーとかそういう要素を、あれ辛いのか、そういう要素マジで関係なく、俺この主人公が食べる姿を見たいとかいう理由で飯食ってるからな。この捕獲パワー鋼とかいまいち何か分かってないから俺。主よいしょ。何これ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 、チンチンやん。お、これさ、これさ、ギャルと恐竜の恐竜じゃね。
弱っ。サンドイッチ作ってよ、これで。ミライドに食べさせてさ、性能強化したい。飯だ飯。さっき寿司食べたんですけど、かわいい。マジかわいい。二人ともかわいい、これ。これさ、これこの前見たやつや。アギャス。行かれるぞ、行かれるぞ、丸ごと行かれるぞ、それ。あげる。俺でも言ってるつもりか。ミライドも結構かわいいな。あ、余分に作ってくれてんねや、今回。これペパ作か、これもしかして。振ったなあ。うわ、ライド技大ジャンプ覚えた、マジ。待て待て待て、おいおい。あ、触るな。え、マフィティフ。あら、もうだいぶ弱ってるな。こいつに食べさせてたんや、サンドイッチを。あ、元気になるサンドイッチだぞ。確かにポケセンは普通の怪我や病気じゃない。なるほどね。ここまで固執するのはやっぱマフィティフの名前やっけ。よく知る。秘伝のスパイスの存在にたどり着いたってわけだ。よく調べたね。父ちゃんの研究室でこの本を見つけたんだ。あ、主ポケモンがこんなにでかいのってスパイスを食ったからなんや。けど俺は本当だと思ってる。この本によれば、遺伝スパイスを5つ全部食うと、どんな怪我も病気も治る。実際前のスパイスを食べたら、冷え切ったマフィティフの手足がちょっと温かくなった。あ、おい、よかったな、ペパー。俺絶対にマフィティフを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ、一緒に頑張ろうな。あきゃあきゃ。マフィティフとか覗いた。ああ、ロトロトロト。あー、台無しや。最悪や、台無しや。こいつか、おっさん。ライド状態で B ボタン、ジャンプの高度が上がったようだ。一回乗ってみる。おい、ええやん、おもろいやん。よし、終わりますか。ちょっと、疲れた。いい感じにでもポケモン育ってきたんじゃね。ボロボロやんけ、俺のポケモンボックスどうなってんねん。今帰ってきたのに泣き。お前がポケモン始めんだよ。ドリポンさんにせっかく来てくれたし、いいもの見せようか。クソうまそうじゃね。寿司飯テロ。じゃ終わります。では、ありがとうございました。またなんかどっか動画にすると思います。はい、お疲れ様でーす。